友人と俺とはガレージキットのサークルをしている。まあ俺は基本的に雑用なんだが、ワンダーフェスティバルという同人模型の即売会でエロでない清楚なお色気系のアニメキャラのフィギュアを主に出してますよ。何度か雑誌に掲載されたことあります。イベントで一度に販売するガレージキットの数はうちは多く作っても20体まで。なぜってば手作業だし、直前に完成だし、本業を別に持ってる社会人なんであまり余裕ないので。ちなみに半券ものは1日半券をもらって、許可の数しか売ってはいけないというシステムです。とまあそんな零細サークルの数年前の話。新作はめでたく午前中で完売御礼、16時に閉会するまで完成見本が飾られてるだけに。まあ完成見本の写真撮影したり今後の予定聞いたりと、お客はなんだかんだ結構来るんですが、閉会のちょっと前に新しいお客が来た。日本人かと思ったらアジア人？英語で喋ってきた。翻訳中。どうやらこの完成見本売ってくれないかと言ってるようだ。こちらは英語対応の予定など全く想定の範囲外で頭真っ白。どうすんのよ、おい。とりあえず、ああ、This one sold out. It's sample, not for sale. みたいなこと言って、これ見本で、もう売り物はございませんを伝えたところ、次はいつ出すのかという感じで聞いてきたので、Next Wonder Festival, sell it みたいに答えた。次回も出すぜ、ってな、意味は多分伝わったと思う。コクコク知ってた。でも、名残惜しそうにな感じで展示見本を見てましたっけ。で次のワンダーフェスティバルに再販分を作って持って行ったところ、その人朝一番にお田仲間な通訳連れて菓子折り持ってきましたよ。イベント一発目のいろいろと大忙しの時間だったんで、通訳の人通じての会話はこれ差し入れです。ああ、ありがとうございます。ではこれ一つお願いします。 X 円になります。はい、ありがとうございました、みたいな事務会話で終わりでしたけどね。でもとても喜んでいただけたようですわ。にっこにこしてたしが、無事にその人に売れたこっちもなんか肩の荷が下りた気分。ちなみに名刺もいただきました。解読の結果、おそらく台湾で農場だか牧場だかを経営してる人らしい。本当に海外までうちのサークルの作品が行くんだなぁとか、いい人に買われていったなぁみたいな感じが感慨深かったなぁ。ちなみに菓子折りの中身は緑豆で作った落雁みたいなお菓子でした。牛乳と食べると良い感じでしたよ。